ワンサラビットマルウサゴンです。本日の企画は夏祭りデート。今から、ウササセアハマジントントンの5人が、一人ずつラムネさんとデートをします。どこの屋台を回っていくのかだったり、どのような演出をするのか、デートプランは、プレイヤー各々が考えてエスコートしていきます。ラムネさんは手持ちにある、いいね、悪いいねボタンで、そのデートがどれだけ良かったかを評価します。一番いいねを押してもらえた人の優勝です。果たして優勝するのは誰なのか？今回はたくさんの方々に協力していただいて、なおかつ僕も屋台のシステムにはこだわって作ったので、ぜひ最後まで楽しんでください。それでは本編どうぞ。あ、トントンさん。よう。お待たせ。ごめんね、5時間遅刻して。お待たせすぎやっては。ほんまに干からびるかと思ってここでずっと待ってたんだ。楽しみにしすぎてね。5時間前に来ちゃった、もしかして。あ、僕が5時間前に来たよ。じゃあそっちは間に合ってはいるんや、集合時間に。いやいる、5分前なんなら。あ、えらいね。えらいでしょ、まあ、とりあえず行くか。久しぶりに来た夏祭り。間違いない、最近全然行ってないからな。そうやな。やってきか、なんかしてみる。あ、やりますか。これめっちゃ面白い、嬉しいですよ。イージー、ノーマル、ハードで打つ場所の距離が変わって、ここがハード、ノーマル、イージーってなるらしいです。1500点以上取ったら高いらしいですよ。おお、なるほどね。壊しすぎるな。あ、やべえ。店員さんもしかしてこの店員さんとデートしてたんやん。あの、実はね、ちょっと親戚がここ運営してて。あ、なるほどね。だからしてるんか。そうそうそう。試験プレイでやらせてもらったんですよね。あ、納得納得。どれにします？何モードがいい？ちなみに。私はね、前やった時はイージーがね、一応。うるせえ、ハードや、行こう。ハードだ、行こう。うるせえ。これ点数低かった人どうする？あ、どうする？確かに。切腹しよう。よし、やろう。あ、やばいやばいやばい。どっちの方が点数低かったら、今日のデータは僕に全部タメ口で。敬語なしで。あー、わかりました。そっち側の条件は？誰がいいかな。じゃあなんかおごってください。いいでしょう。イエーイ。デブめ。よし。もう絶対負けない。絶対負けない。おごらせよ。10個くらいおごらせよ。いけ。もう大丈夫かな。大丈夫かな。ちなみにハードはどんくらいの点数が高い？ハードはね、あんまやってないんだよね。で、1500点も多分2人でやった時の点数かな。ああ、あれ1人かな、わかんないな。父だっけな。誰とやったのかな。誰、まあまあ、お父さんかな。お父さんか。あ、そう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 。お父さんと来た時やったかな、前に。暇やな。暇そう。散歩してくるわ。全然弓当てるよ。当たるよ。危ねえ。戦争終わらせに来た。やめて、やだよ。あ、終わったわ。あ、終わった。1275点。高いかもわかんねえ。微妙だな。1500行きたかったな。上行ってるかどうかもわからんな。あ、ナイス。え、これ当たってんの？俺得点増えてる？これ増えてない。真ん中のマトが100しかならんやん。このゲームバカ無事やん。あ、頑張ってる頑張ってる。おい、頑張ってくれって。おい、情けねえって、この彼氏。頑張れ頑張れ。無事、これ鬼難易度やん。ハードだからね。誰がハード選んだよってマジで。自分なんだよな。黒来い、黒黒。あー、黒やばいやばいやばい。黒黒やばいやばいやばい。おい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 、すげー、やったー。おー、マジか。まさかのどんでん返しやった。すごっ。しかも1500超えるっていうね。どうや、貸し付け、貸し付かんといけるのこれ。あ、そうなんだ。じゃあ私は敬語やめるのか。そう、オッケー、任して、生意気に行くわ。じゃあ行くか、ガキ。なんでだよ。なんでですか。ガキ。やばいやばい、敬語使っちゃいます。敬語使ったらどうしようかな。罰ゲームとかつけます？うん、リアルで腕立て伏せ10回で。なんでや。デートなの。本当に。いいよ、そうしましょう。腕立てできる人でよかった私。あ、なんかランタン打っちゃった。赤に赤につけちゃった。どこ行きます？おめん屋さん行こう。行きますか。おめん屋さん行こう。いらっしゃい。おめん一つ500円。500円。まあ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 、バカだけやん。お祭り来て高いっていう人だ。ママからのお小遣い俺1000円なんやけど。買うか買うか、私も買おう。えい、私やん。何？
私ラムネ、私ラムネだよ。全然似てない。ドッペルゲンガー、これ双子。布団のやめらんねーぜ。あ、もう、もう悪いね、悪いね。あ、ごめん、ちょっと乗っ取られてた。いいねボタン忘れてたわ。射的のところ楽しかったからいっぱい押しとくね。ありがとう。私もじゃあ買おうかな、ごめん。せっかくやしね。うん、せっかくだから。はい。毎度あり。誰がね。俺は誰とデートしてたんや。急に最悪なデートなんやけど、ちょっと横に並ぼう。写真撮るこれ。おわ、これ最悪や。これやんかってるかって、こんな店。店の前で写真撮ろう。そうしよう。店員さんも、店員さんも写るか。店員さんも写ろう。じゃあ私も入っちゃおう。お邪魔します。お邪魔します。え、なんか来た。あれ？ちゃっかり写真だけ撮って。写真だけ撮ったんだこれ。この人。行きまーす。はい、チーズ。はっしゃ。じゃあこのまま行く今日は。つけていくか。勝ったしねこれ。そう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 。この神社でおみくじしたいと思ってて。うわ、めっちゃいい、めっちゃいい。おみくじめっちゃ好きだわ。もうこれはいいねを押さざるを得ない。おみくじ好きなの知ってて選んだんやん。なんだって天才か。これあれ、カナとか浮いてるやつね。手洗うやつじゃん。だらってくるわ。え、やば。いやマジ久しぶりの風呂でさ。いや倫理やばいな。たまんねこれ。一緒に入ろうよ。いやー、遠慮しとこうかな。遠慮しとく？全然遠慮しとく。変わってんね。全然手洗いたくないな、ここで。よし、体清めたところで行くか。あの水は清まってたのに。これカランカランするとこじゃん。カランカランするとこだ。え、入って、ちょ、待って。バンバン入っていこう。えぐ、えの人、えぐ。迷路あるらしいですけど。迷路あるの？これ何？これ何？これ。そう、こんなんか迷路なんだって。なんで神社の仲間で知ってんねん。あのお祭りのね主催側だから、親がトントさんについていけば出れるってことね。これ今いらんよ、その時間を費やしてるんや。うん、そういうこと。そういうこと。まさかだってこんな要素あると思わなかったから。これでさ出れなくてさ20分30分待ってたらめっちゃおもろいよな。うん、その時はもうカットして、あの入ったとこからゴールのとこまでやってもらおう。早くでね。任せた編集者、俺らのデートは編集が効くからね。なんだ編集が効くデートって。第三者の手が加えられるから。あ、これ出口じゃん。あ、出口だ。やったー、イエーイ。達成感を得た。楽しかった。俺二人とも倫理観どうなってたんや。うん、倫理観やばい。全然神社の帰ってきて、お金あさらないでくれる。いやだやばい。人もくれんねや。よかったよかった。あ、おみくじじゃないこれ。おみくじや。やりますか。やっとくか。おい、大吉。おい、アチ。え、すごい。マジかよ。え？え？きっと恵みの雨があなたを祝福するでしょう。なんかちょっと重いんやけど。重い重い。え、なんか降ってきてる。重い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 。ダイヤモンド降ってきてる。本当だ。降ってる降ってる。ダイヤモンド。すげえ。一生働かん俺この金で。やばすぎ。あ、今一人の人間がおみくじによってニートになった。うへへうへへ。私もじゃあ引こうかな。神社ようこそ。買う。おみくじなく。中吉。中吉。まあまあいいんじゃないですか。いいんじゃない。あ、健康やばいな。油断は禁物。自分は大丈夫だと思っていても、お前のところに落とし穴がありますって。怖いんやけど。ね、怖い。離れたい、離れたい、離れたい。離れたい。なんで。おい、死んだんだが。デート中に。俺の彼女死んだ。こんな強制デート終了ある。あー、戻ってきた。あれ夢だった。ストックあってよかったね。2ストック制やったから。あ、よかった。あと1ストックあったら死んでたけど。確かに、よかった。まだ一撃つい。なんか、うん、アントニオ猪木みたいやな。なんか、いつも髪の毛のさ、長いやつがマフラーに見えてきてさ、アントニオ猪木と俺デートしてたんや。そうかもしれん。外すか、め。俺らの500円やのに。そろそろでも花火見に行きたいから外すか。やっぱお互いね。あ、そうだね。お互いの顔見てデートしたいから。そうしました。じゃあこれは持っときますね。うん。てめえの頭は俺が持っとく。シャンブルズやね、これ。シャンブルズね。最近やりの、ワンピースネタね、これ。これこれ。ここがいいんだって。あ、ここ？そうそうそう、なんか座布団も敷いてあるし。あ、頭置いとくか。あー、置いとくか。ここ座るわ、これ。オッケーオッケー、抜いたわ。置いていこう。いいね。まだかな、まだかな。ランタン外していた方が綺麗かな。どうなる、でも結構暗い気がするけど。ドキドキ。
上がるかも。お、上がった。あち、すげえ。綺麗やん。普通の反応ですこれ。すごい。すげえ。エモこれ。エモすぎ。ガチエモやん。エモすぎ。これはもういいねを刺さる上。花火のいいねやこれ。デート関係な。パチ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 って言ってる感じが綺麗じゃない。うん、めっちゃエモいこれ。エモすぎる。ずっとハートや。もうずっとハート。うん、すげえ、クリーパーや。ああ。マジずっと花火見ちゃうわ。見ちゃう見ちゃう。ラムちゃん花火ってどうやって打ち上がってるか知ってる？発射台から発射されるんじゃない？そうね、あの筒みたいなところからね。ラムが発射台から発射されるんじゃないみたいな。ぼんやりとした話してるけど、筒みたいなところから発射されるわけやんか。うんうんうん。君が花火、俺が筒。君という名の一輪の花を咲かせる。どうして撮ったん？これからもそんな関係でいいよな。ありがとう。そういう関係でいいよ。よし帰るか。よし。帰る帰る帰る。終わり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 。置いてなって。ブン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 。追いかけて。俺に追いついてみよう。ブン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 。早いって。待って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 、トントンさんトントンさん、花火はクライマックスを迎えてるよ。お前すげえ。なんで俺あのクライマックスまで見やんかったんや。言っといてくれ、クライマックスがあること。私も知らなかったよこれ。いや、それ発射台ってこんな近いんや。危ないやん。5メートル可能性あったんや。あ、中入ってみる。あ、中入る。イエーイ。めっちゃすごい。下から見る花火なんて初めて。確かに特殊。早ない？照れてる、もしかして。いや、もう全然走るよ俺。いや、よかったよ。嬉しかった嬉しかった、めっちゃありがとう。よし、ラムネさん、デートするぞ。デートするぞ。よし、行くか。形式的な。ラムネさんはどういうのがお祭りでやりたいんですか？私はでも食べ物も食べたいし、ゲームもしたいですかね。なるほどね。花火が見たいかなとは。花火が見たい。花火が見たい。ラムネさん結構綺麗なの好きなんだ。綺麗なの好きですね。そっか、じゃあおじさん一回見に行こっか。おじさん、おじさん。綺麗なおじさん。おじさん綺麗だね。おお、可愛いお姉さん二人おる。怖い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 。言ってもらえるかな。俺しかおらんけど、ここ。これ釣っていいってことですか、もしかして。おっさん釣るぞ、頑張って。釣りますか。ああ、いや、もう全然釣られへんのも行くけど、全然。どうしよう、釣れちゃった、どうしよう。ああ、ラムネさん、そっちを取るんだね。何ですか。わかったよ。はい、ありがとう。おじさんの方が好きだってことだね。いやいやいや、このおじさん返品していいですか。いや、ちょっと返品聞かないんで、僕。いいですか。あ、じゃあこのまんまじゃあデートするしかないみたいだね。本当に本当にこれ。行こっか、じゃあ早く行くよ。このおじさんが先陣切るんですか、もしかして。どうしたの、今日一緒に来たじゃん、この道歩いて。来て。ここのおばさん掘って早く行こうよ。おばさん、若い二人楽しそうね。いいんですか、それでおばさんで。それでいいのか。行くよ。あら、行っちゃいなさいよ、早くもう。おい、早く行こう。ずら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 。なんでだ、なんで。なんでだ。楽しんでらっしゃい。本当にこれいいのか。行くか。めっちゃ嫌そう。早く行くよ。楽しいね、今日は。楽しいっすね。なんでそんな気まずそうなんや。ちなみにどこ行きたい、今から。あ、どこでも、どこでもいいですよ。どこでも、いや、ちょっと場所示してもらわないとおじさん困るんだけど。あ、じゃあ、そうですね。どれだけ行きます？OK、占い行こう。あれ、聞いてない。占い行こう、はい、はい、来い。もう決まってたじゃん、絶対。ようこそ、ゴリラカフェ。ゴリラ、占いに来たんですけど。占いの方ですか。はい。副業で占いもやってるので大丈夫です。メインは、メイドのゴリラをやっております。見た目通りですね。見た目通りですね。では何を占いましょうか。なんか聞きたいことある？どういうの聞きたい？じゃあせっかくなんで恋愛運の方お願いしたいですね。あ、なるほどね。僕って彼女できますかね？できません。え？できやんの？
できないです。なんでよ。カニ占いたいことはありますか。私の方は、私の恋愛の方はもうないですよ。もうないですか。じゃあおすすめの僕の占いやりましょうか。何ですか。恋占い専門でやってるので、恋占いを。おお。そうなの。じゃあ集中しますね。今から初めて占いするので。はい、初めて。得意。あれ。得意とは。静かに。すいません。わあ。うるさい。うるさい。今集中しているんだ。いや。出ました。本当に。彼の占い結果が出ました。あ、私たちの。早急に別れるべきです。そしてトントンさん、僕と付き合いましょう。もちろん。じゃあ夏祭り楽しみましょう。これから。どうか。あ、え。もうすごいな、すごい綺麗だ。面会に行きたい。ご面会に行きましょう。ごめん、どこだろう。こっちこっち。こっちか。すごいな、綺麗、すごい綺麗。あ、おばさんもいる。あのババずっとおるな。あのババはずっとおるんや。目の前でカップル成立して置いてかれたんですけど。え、お面かわいい。え、お面かわいいな。これ僕買ってみた。あ、かわいい。めちゃめちゃ似合ってる。本当嬉しい。なんなんだこれは。こんなもかわいい。本当に本当に。ダイマジンさんも買ってみてよ。これあ、押す。あ、帰った。帰った帰った。かわいい。かわいい。オソロじゃん。オソロ。オソロだ。似合ってるんだけど。運命だね。こんな祭りなんてどうでもいいから帰って式あげに行こう。式あげに行こう。めでたしめでたし。ダメレさんどうだった、私のデートプラン。アスラントデートしたかったんですけど私。え、はいはいはい、バグったバグったね。これはシーズンクリア。え、シーズン。お二人のね、今後の未来なんですけども、真ん中の一番上の的に当てたら、はい、結婚してほしい。